桜木 JR はアメリカ合衆国カリフォルニア州ベーカーズフィールド出身の元男子プロバスケットボール選手である。ポジションはパワーフォワード。旧名は JR ヘンダーソン。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に入団。インサイドでのポストプレイでチームの中心となり2002年からのオールジャパン4連覇。 2002から3.2003から04のスーパーリーグ連覇に貢献。2007年に日本国籍を取得。北京オリンピック予選を兼ねるアジア選手権の日本代表に選ばれる。NBA 経験者の代表入りは史上初。2008年オールジャパン決勝で34点を獲得し、優勝に貢献、ベスト5に選出された。2008年含めて、 計6回ベスト5に選出されている。2017年4月1日の B リーグ、京都ハンナリーズ戦で、来日通算9000得点を達成した。桜木という名字は、桜の木は、希望や明るい気持ちを与える。そのような存在でいたいからという思いから付けられた。なお、日本のバスケットボール漫画、スラムダンクの主人公。 桜木花道と同性であるが、JR 本人はそれまでその漫画の存在を知らず、全くの偶然だという。日本バスケットボールリーグのオールスターの常連でもあり、JBL 時代は3シーズン連続 MVP を受賞している。2017から18シーズンでは、インサイドプレーヤーながら、平均後、3アシストを記録する、等、視野が広い選手である。まずゴール下で面を取り、 相手がダブルチームに来ればフリーになった味方にパスをさばき、来なければ巧みなポストプレイで得点する。彼のパスは金丸を筆頭とした三河のシューターたちを活かす。さながら彼の存在そのものが三河の戦術の一つと言えるほどチームの攻守に欠かせない選手。2019から20シーズンをもって引退を発表した。引退後は、 W リーグに所属する i c n a w グスのテクニカルアドバイザーに就任する。また B2 リーグに所属する越谷アルファーズのテクニカルアドバイザーにも就任した。2021から22シーズンから監督に匹敵するスーパーアバイジングコーチに就任された。UCLA、クワドシティサンダー、バンクーバーグリーツリーズ、ラスベガスシルバーアバンディッツ、パリバスケットレーシング。 マリノスでアンスアテギアイシンシーホースミカワ。レギュラーシーズンポストシーズンハットケリースカレッタ。ウィナーズルーザーズフロム 2019NBA ドラフト。ブリーチャーレポート。2020年6月25日閲覧。桜木 JR 選手がもたらすモノバスケ。 http コロンスラッシュスラッシュ www.s-move.jp スラッシュアイテム14671 html 2014年9月18日閲覧桜木 JR テクニカルアドバイザー就任のお知らせ腰ヶ谷アルファーズ公式サイト2021年4月8日閲覧腰ヶ谷アルファーズ2021から22 シーズンコーチングスタッフ決定のお知らせ。公式サイト。https コロンスラッシュスラッシュ www.koshigaya-alphas.com スラッシュニューススラッシュテールスラッシュ ID イコール454552021年6月15日。閲覧。ありがとうございます。